陳寿氏は中華人民共和国河北省石化層市に位置する研究史。春秋時代は鼓の領土であった。その後進の攻撃を受け、その藩との一部とされている。戦国時代になると、園、町、生により石洋をめぐり抗争が発生している。全221年、新朝は巨力軍を設置、地域はその管轄とされた。 関大になると、奇襲協力軍の下部に、下局要件、臨平県、暗号県が設置された。下局要件の検知は都位に置かれ、これが現在の珍珠市の前身となる。28年、三岳三角は臨平里で農民反乱を鎮圧すると、臨平、暗号了件を廃止して、下局要件に統合された。 184年に発生した黄巾の乱では極、下曲要件は、広宗県や古六県とともに、大きな被害を受けている。反乱は、候補高市により鎮圧され、その際に殺害された8万の農民軍の死体は、下曲要件の南の紫城に埋葬処分され、報道が丘のようになり、警官と命名された。南北朝時代には北義により曲要件と、解消されたが、 北西により廃止となりら条件に編入された。追徴が成立すると五百九十六年に石養県として再設置が成立し、その二年後に鈴見条件と解消された。千二百十五年に元朝により鎮守を設置、鈴見条件はその周知とされた。千二百三十八年に鎮守は一旦廃止されたが、千二百六十一年に再設置された。 元松には天災が続いたこともあり農民反乱が多発。1360年には黄金の乱が発生し、義子層、立子層、劉子層が大きな被害を受けている。秋夜になる地み条件は廃止となり、鎮守に改変、下部に阿比良県、尿明良県、武教県の三県を管轄した。1401年の西南の変では、 高輪両岸で民軍による戦闘が行われ、鈴見条件の人口は激減、社会経済に深刻な影響を与えた。激減した人口を回復し、社会経済を立て直すべく、永楽年間には行動権よりの移民政策を実施している。1724年、新朝は陳次を直霊州に昇格させ、下部に無国権及び藁条件を管轄させ、 それまで管轄していた、アビラ、ニョウアキラ、仏教の三権は新州に移管された。1734年、陳寺は三州とされ、政帝府に直轄とされ、無局、藁城両権も政帝府直轄とされた。1913年、中華民国による中正廃止に伴い、新権と改変された。 日中戦争期間中は中国共産党による公日拠点が設置され、1939年には石徳線の鉄道を境界に新北県及び新南県が設置されている。1941年には新南県と藁城県南部及び西定県の一部を統合され新藁県が、新北県は深沢県及び無国県と統合され新国県が成立した。 1945年9月3日、市政権を回復した中華民国政府は、再度新権を設置された。1958年11月に、新権及び深沢県が田橋家県に編入されたが、1961年5月に、再び進む県が設置された。その後深沢県が、再び分離され、1991年11月30日に、 研究史に昇格し、陳樹史が誕生した。この節の参考文献、ありがとうございます。